こんにちは、トモリです。今日は私の主張を一つ聞いてもらってもいいですか？皆さん家族と一緒に一つの家に暮らしてると楽しい反面ちょっと面倒くさいことってありますよね。例えばご飯時にリビングにいるとご飯ができたから部屋にいるみんなを呼んできてって言われる、ああいうやつ子供のみんなはありますよね。大人の皆さんはありましたよね。世の中 IT とかでどんどん不便なことが便利に変わっていくのに、なんで家の中のお手伝いは全然変わらないのかなって思ってたんですよ。ということで今回の子供の科学2月号では、わざわざ部屋にノックしに行くという手間を省いて、その場でスマホをシェイクするだけで家族を簡単に呼べる、そんな装置を作っていきます。 IT がなかなか立ち入らないお手伝いの世界を改革するために立ち上がっていきましょう。使うものはいつも通りとってもシンプルです。オブナイズボード、モバイルバッテリー、そして今回初めましてのスピーカー、そしてスマートフォンです。オブナイズとモバイルバッテリーをつなぎます。スピーカーを直接オブナイズに差し込みます。こういう電子部品はこの金属の棒のこと足って呼ぶんですけど、この足がどっちかがプラスでどっちかがマイナスって決まってるものが結構いっぱいあるんです。でも今回のこのスピーカーに関してはどっちに差しても大丈夫、ちょっとリバーシブルな感じなので、これをオブナイズボードの0番と1番に差し込みます。こんな感じ、結構しっかり奥までグッと刺さないとちょっと接触不良で音が出ないことがあるので、しっかり差し込みましょう。今回は新しい電子部品スピーカーを使っていくので、ブロックも新しいものを使っていきます。オブナイズのブロックプログラミングエディターを開くと音符のマークがあるので、それを押します。そうするとオブナイズをスピーカーにつなげるためのブロックとか、スピーカーから好きな音を鳴らすためのブロックが用意されてます。音の高さとかね、ドレミファソラシドから好きなものを選べるし、音の長さもドーってやつからドーっていう風に伸ばすやつとかも数字を変えて選ぶことができるので、すごい面白いです。子供の科学の中ではこんな音を鳴らしてみましょうっていうメロディーの例を載せてるんですけど、自分で好きな音を作ることもできるので、ドレミを変えながら面白い音を作ってみるといいかもしれません。今回はスマホを振るとスピーカーから音が出る仕組みなんですけど、スマホを振ったことってどうやって感知するのって思いますよね。それはですね、スマホの中に加速度センサーが入ってるんで、それを使っていきます。知ってる人も多いと思うんですけど、スマートフォンの中には本当に加速度センサーだけじゃなくて、他にもいろんなセンサーが結構入っていて、もうセンサーの宝庫なんですよ。これを普通のプログラミングでセンサーをこう使おうと思うとちょっとややこしかったりもするんですけど、オブナイズだとブロックの中に人のマークがあって、それを押すとスマートフォンの動きを感知したり、スマートフォンが振られたりとかね、こうどんな動きをしたのかっていうのは判別させるブロックがあるんです。それをプログラムの中にひょいひょいって入れてくるだけで、簡単にスマホを振ったのか振ってないのかっていうのを判別することができるんです。スピーカーのブロックとスマートフォンの加速度のブロックを組み合わせてプログラムを作っていきます。詳しいプログラムは子どもの科学2月号を見ていってください。今回の装置はこう机の上とかにそっと置いておくタイプなので、ちょっとこうやって工作しておくと見た目が良かったり壊れにくくなったりするのでおすすめです。自分でオリジナルの箱を作っても全然 OK なんですけど、お菓子の空き箱を使うのがめちゃめちゃ簡単なのでおすすめです。周りには適当に色紙とかを貼ったんですけど、そのままでも OK だと思います。実際に装置を使うときはモバイルバッテリーの電源をオンにして、スマートフォンのプログラムを実行します。スマートフォンは自分がこれからいたい場所にそっと置いといて、この装置だけ呼びに行きたい家族の部屋に置かせてもらいます。これだけで設置は完了です。実際にやってみます。いきますよ。振るのをやめると音がしなくなって、振ると音がします。めんどくさいお手伝いを一つ IoT で解決することができました。皆さんもよかったらやってみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。